さあサクサクと来ました。いきましょうか、じゃあ C ブロックの方も、はい、意気込み聞いていきたいと思います。お願いします。じゃあ第5番地代表から意気込みお願いします。第5町立生瀬中学校から来ました。今日は滝丸くんと一緒にここに来られなかったクラスのみんなの分まで頑張ります。素晴らしいですね。いいです、元気いっぱいな応援席で、いいですね。ハッピーも綺麗ですね。ね、綺麗なハッピーでございます。さあじゃあ続いて神栖市行きましょう、はい、こんにちは。ピーマンが日本一の市からやってきました神栖市代表葉崎第中学校です。ピーマンが苦手な僕たちですが、神栖国君と共に優勝を目指して頑張っていきたいと思います。頑張るぞ。なるほど、はい、ピーマン苦手なんすね。ピーマン苦手なの、全員。でも女性のリボンは完全にピーマンカラーの緑ですけどねまあ頑張っていただきたいと思います、ね、さあじゃあ続いて阿見町代表いきましょう。こんにちは。阿見中学校から来ました。今日はピースとさくらと一緒に、一問でも多く頑張ります。自然と、歴史のあふれた魅力的な街です。頑張ります。頑張ってください。応援席も盛り上がっております。すごいですよ、いい応援でございました。さあ、はい、じゃあ続いて坂東市行きましょう。坂東市から来ました東中学校です。今日は正門くんと一緒に頑張ります。坂東市の右奥に引き寄せてるよ。もう誰か最初やったらすごい、はい、すごいですね。あれ大丈夫ですか。どうしたの、まさこと君に何かあったの今これ。まさこと君がねえ、ちょっとこっち客席注目してたらまさこと君すごい注目されてなかったの大丈夫、何が大丈夫ですね。何回聞いても表情変えないですね、まさこと君。まさこと君は表情変えないよ、何を聞いても、ね、冷静ですね、素晴らしい、はいはい、はい、じゃあラストいきましょう。はい、お願いします。河内町から来ました河内中学校です。河内町は新利根川と利根川に挟まれた自然豊かなのどかな町です。今日は優勝を目指して頑張ります。頑張るぞ。おい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、各いろいろな応援でございますから、はい、一致団結してる感じがね、みんなすごいですよ ね、応援席とも一緒に、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、私の母校が壇上にいます。あら、あら、高野さんの母校が、私、生瀬中学校出身でございます。あら、あら先輩が見てますよ、本当に。じゃあ3問ぐらい最初出しておきます。いや待ってください、待ってください。何このフラットに、あくまでフラットに進めていきたいと思います。そうしましょう。そして頑張ってほしいとちょっと思っていますが、はい、この辺フラットに行かせていただきます。中学校の先生、生徒の皆さん、どうぞお許しいただきたいと思いますフラットに、はい、フラットに行きましょう、はい、では進めていきます。 C ブロックです。まずは記述問題からです。第1問、かつて県内では黒いダイヤと呼ばれる石炭が産出されていましたが、それは日立市北部から何市にかけてだったでしょうか。漢字で答えてください。あ、これまたね、難しいですよ。さあ、シンキングタイム終了でございますので、はい、皆さん一斉に
回答してもらいたいと思います。はい、ホワイトボード出しますよ。ポン、オープン、ポン、どうぞお願いします。出してください。お、割れて結構バラバラな感じになってます ね。さあ、じゃあ、一番の大子町代表から、回答、ね、言ってください。お願いします。日立大田市。さあ、続いて日立中市です。どうぞ。水戸市です。どうぞ。牛久市です。どうぞ。水戸市です。さあ、分かりました。なるほど、はい、正解を見てみましょう、はい、正解は北茨城市です。あらー、全員不正解。全員不正解だよ。全員不正解、北茨城でございましたね。はい、炭鉱がね、あったのは北茨城。今も撮影なんかでも中郷あたりは使われているんじゃないかと思いますが、はい、戦後日本の工業発展の元になったのが石炭、黒いダイヤと呼ばれていまして、日立地方でも十王町に石炭、そして北茨城市にかけてということでした。なるほど、全員外してしまいましたので、はい、さあ続いていきましょう、はい、第2問。次の言葉すべてに関係する県内の市町村はどこでしょう。漢字で答えてください。花抜き渓谷、松村神蔵、小山ダム、萩マロ。なるほど、市町村でございます。はい、さあ、シンキングタイム終了。終了ですよ。皆さん、ホワイトボード一斉にどうぞ。どん、さあ出ました、出ました。さあ、またばらけましたね。少しばらけてますね。さあ、じゃあ1番からまた回答お願いします。どうぞ。日立市。続いて石岡市です。続いて高萩市です。続いて高萩市です。続いて高萩市です。なるほど。さあ、ということで出揃いました、はいはい、うん、正解を見てみましょう。正解は高萩市です。なるほど。さあ、おめでとうございます。ちょっと漢字も大丈夫ですかね。あ、漢字が、5番の漢字が間違ってますよね。ほうほう、間違ってます。5番だけ間違ってると思います、正直。はい、チェックしてください、スタッフ。ダメですか、5番がダメ。5番漢字間違ってる、残念。残念っていうことは、はい、3番と4番が、3番4番のみ1ポイント正解でございます。1ポイント上げてください。はぎは草冠に秋と書きますね。惜しいですね。想像できない、ハギマロで分かるかなといったところだったんですが、高萩のハギ、はい、松村神蔵さんというのはソメイヨシノやわさびなどの名前をつけた人でもあります。すごいです、高萩市生まれということなんですね、はい、さあ続いてでは進めていきましょう。準備はいいかな、はい、第3問。行動館記述着を書くなど徳川斉昭を支えた人物で、安政の大地震で亡くなった人物は誰か、漢字で答えてください。すごいです。難しい、ね、難しいしね。また漢字もですからね、ポイントですからね。神栖ここくんは一緒になって考えてくれるパターンですね。応援する。さあ、シンキングタイム終了。皆さん、終了です。回答を一斉にどうぞ。出してください。お願いします。さあ、出して、出してください。さあ、出して。書けなかったところも白のままでいいから出して、まあ、出して白のまま出しましょうか。はい、さあ、じゃあまで、難しいよね。じゃあちょっと1番は、まあ、一応ちょっと書かない、書けなかったということで、書かなかった。さあ、じゃあ2番、答えてください。お願いします。藤田東子です。さあ、続いて藤田東子です。続いて藤田東子です。続いて分かんないです。分からない。中学校も分からなかった。なるほど、なるほど、なるほど。さあ、真ん中3つは同じ答え、答えを見てみましょう、はい、答えは藤田東子です。おろー、はい、おめでとうございます。朝木亜美、そして坂東の東中学校正解ということですね。はい、正解です、はい、
あ、じゃあ正解したところはね、札を上げてくださいね、番号。1つ上げてください。はい。藤田東子という人はペリー来航の後も江戸で活躍をしたという方なんですが、安政の大地震で亡くなったということです。なるほど。はい。いや難しいよね。さあここからは早押しになります。さあ来た。ですか、準備はいいかな。期日でなく早押しになります。ちょちょちょ、もう答えれんの。これ問題すら言ってないよこれ。噛んでいく。はい、答えをどうぞ。違う。はい、フライングしないように気をつけてください。はい、では第4問。平成26年の時点で東京都中央卸売市場における茨城県産。来ました、河内中学校。河内中学校、茨城マルシェ。違います。残念。さあ答えるチームはいるか。まだ時間ある。さあどうだ。問題続いて読みます。はい、茨城県産青果物のシェア金額は何年連続。さあ来ました、羽崎第一。11年連続。正解でございます。素晴らしい。そう、何年連続日本一かという問題でした。11年。ね、茨城県産の青果物の金額、平成26年 9.5% と11年連続で日本一なんですね。すげー。はい、すごいね。さあということで、はい、羽崎一中が正解しました。で、河内中学校はお手つきになりましたので次の問題回答できなくなるということでよろしいですね。よろしいですね。なるほど。はい、では参ります。第5問。常磐線特急日立は上野東京。83分。もう一度。83分。お、正解。すごい、すごい。ました。回答83分でしたが改めて問題です。はい、常磐線特急日立は上野東京ラインの開業に伴い水戸駅から品川駅まで最短何分で着くようになったかという問題でした。先を読んで最短83分、水戸から品川の時間ということになります。いやすごいね。問題の途中でしたけどね。さあここまでで5問終了。はい、正解数が一番多かったのは3問正解の2番のブースに座っている羽崎第一中学校です。おめでとうございます。おめでとう。さあじゃあ皆さんまた移動してもらう形で。そうですね。はい、では羽崎第一中学校スペンギンさんの隣に来てください。さあ羽崎のね、すごいね、皆さんにお話し。数字に強かった感じですね。なんかあれ真ん中の彼がちょっと早押しすごい頑張ってましたね。ありがとうございます。なんか話のね、あの問題の途中でも答えてましたよね。そうそうそう、かなり我々も知ってました。あ、知ってました。なるほど。もう知ってた。問題が途中だったもんね。どんな、なんか練習とかしてきたんですか。はい、はい、早押しの練習をしてました。いや、やっぱりみんな早押しの練習。早押しの練習もね、ボタンを買ってきて。はい、先生たちがボタンを買ってきて。はい、先生たちがボタンを用意してくれて。なるほど、成果が出ましたね。じゃあ成果出ましたね。すごいですね。まだまだね、優勝ね、ぜひ目指して。そうそうそう、まだね、次準決勝と決勝があるから。そうですよ、ね、これみんな仲良し5人組なの。全然って言ってました仲良し5人組なの。全然って言ってました。じゃあ生たちなのかな、問題得意な。そういうわけでもないっていうね一体どういうメンツで。まあね、まあまあ、まあ、ね、いろんなね、形が詰まったということで、事情があるからございますので ね、準決勝も頑張ってください。おめでとうございます。